クマさんはど,どういう見解なのかちょっとめちゃくちゃ俺の立場を窮地にさらすような質問をしますね今日なんか虐待得意の副院長であのカウアン君にお会いしてきましたよジャニーズのオーナー経営者さんの話でジュニアたちを集めてそのマンションに下宿みたいなことさせてこの世界ではその程度大したことないだろみたいな反応も来るって言ってましたこれからやっぱり政治家として総仕上げの時代が総仕、はい、<の>上げますやり残しちゃってますから 十何年間放ってあったっていうこと自体が許せないねこの間あのバイデン大統領来たんだけども金融政策のセーフティーネットが非常にぬるいって言って怒ってそれをこれ誰でも分かる誰でも分かることなんですよ BTS つまんないじゃんっていうふうに言う人もいっぱいいるんですよなんかあそこまでこびてねアメリカでどうやったら売れるかのものを全部作って本当にコンテンツに自信あるのっていうのを聞かなくちゃいけない 台湾の副首相、経済大臣それからオードリータンさんなんかもみんな一緒で話をしてで日本はねアプリの設計みたいなのが弱いんじゃないかみたいなことをすごく言っててそれのためには堀江さんを捕まえたのは悪かったよねとかウイニーの金子さん逮捕したのは悪かったよねっていうのが過去の間違いを日本政府が認めるべきだと思いますけどさあどうしますかね。 作詞、いつも付き合わせてすみません、本当。この番組は、日本や世界の根本的な問題に新しい視点を提供し、再定義する雑談番組なんですけども、今日は、片山さつきさんにお越しいただきましたよろしくおしますいもう、心配して、なんか、なくなっちゃったんじゃないかと思って、心配して。<laughs> その、やばい、その名前出さないでください。日経テレ東大っていう名前も。なかったことに。そう、西田さんからあ、タイミング的に片山さんってなんでなのっていうメール受けたんですけど、その理由は、 えなくなっちゃうの大丈夫っていうメールが来て、あ、片山さんに連、電話しようって、そう思っただけです。大雑把ですね。<laughs> 私、あのー、えっ、ー、と、確かリハック、あの、前の日経テロとの時に、上下で撮ってて、下の方が205万回ぐらい回ってたんですよ。すごいですね。で、それで、私のツイッターの、まあ、一番あの、固定のところに入れてたら、ある日突然それが開かないっていうことが、視聴者っていうかフォロワーから言われて、 なんか消えたらしいって。もう大人の事情により。あら、消えたー。大人の事情により消えちゃったんですね。連絡なかったんですか何の連絡もないんですけど。<laughs> そういうもんなんですか世の中って。俺がテレ東辞めるときに引き継ぎとして、出演者には連絡しましょうねって引き継ぎをしてたんですけどね。うん、それは引き継がれなかったと思う。すみません、ちょっと、まあ。辞めたプロデューサーの後始末まではできないというのが会社の判断だったのかもしれないですね。<laughs> うん 日経とは長いお付き合いですけど、もったいないことしましたよね、でも。うん、そうですね。片山さつきさんのプロフィールをご紹介させていただきますと、えー、現在自民党の全国比例区の参議院議員さんで、参院三期、俊一期と。で、い,いろいろめ、めちゃくちゃいろいろ入ってるんですよね。金融調査会長、副幹事長、予算委員理事、税調副会長。 あと、それ、それ以外にもなんかデジタル政策のものとかいろんなもの入ってらっしゃる、ね。デジタルから、あの、スポーツから、今日なんか虐待特異の副委員長であの、カウアン君にお会いしてきましたよ。あの、<お>ジャニーズの。うん。はい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 。これは何の委員会なんでしたっけ委員長は今、平沢勝江さんがやってるんですけど、あの、自民党の中で DV とかを扱ってくれる唯一の委員会なんですよ。昔からある。 dv とか、それから、スポーツで、前、あの、柔道で、柔道の、その、先生が、生徒を、まあ、まあ、せからしちゃったとか、もっとひどいことしちゃったとか、で、やたらに子供を殴るとか、問題があった時にも、この委員会でやったんですけれども、で、今度は、まあ、ジャニーズの、まあ、亡くなられたオーナー経営者さんの話で、あの、二人をお呼びして聞いて、えまあ、でも、お会いしてお話聞いてよかったと思うし、<ー>まあ、その勇気にはね、 いろいろな背景事情があろうがなかろうが、その勇気は、っていうのは、あの、大昔に北小二さんってフォーリーブスっていう、まあ、多分みんな知らないだろうけど、私たちはちょっと上のお兄さん、もう70近いんじゃないかな。で、北小二さんの事件の時に出て、それを国会で質問した人が、平沢勝恵さんと田村さんの同期で、ところがそっから何にも広がらなかったんだ誰もフォロワーズに、ね。 うん。その時に誰がろっ,っ,、ね、っていれば、その後はなかったかもしれないので、それはすごいことですよね。まあ、ここに来て、野党側は、そうですね、この問題、ものすごく取り上げているので、まあ、政府自民党が本格的に取り組みをするっていうことであれば、うん、まあ、ちょっと今のタイミングで動いていかないと,と、ね。ちょっとやっぱり、顔を出して、訴えてるだけでも、凄まじい、 今までにできなかったことをやっていることは確かなので、ででねえー、あの、それに対しては反応すべきだと言ったんで、やっぱり反応を我々はしていくことになると思います。 ちなみに対策とかを考えていくのであれば、まあ立法で対応する、新規立法で対応するのか、うん、いやそれともそうじゃなくって何か別のアプローチなのか、とても難しい問題ですよね。二人が置かれてる状況を考えると、やっぱりどっかで何らかの、そのゴールが欲しいと、そうじゃないとずっとやっぱり自分たちもさらされ続けて、自分が望んだんだけれどもね。 セカンドレイプ、サードレイプの状態と同じになるので、で、それはやはり、その若い子たちが同じ目に合わないように、つまり通報をできるようにしてほしいということで、うん、ただそれをしたからといって大人が通報するのかなと。うん、今までの児童虐待っていうのは家の中だから、家庭内には入れないっていう前提で、そういうことがあったけども、今回の方は家庭内じゃないですから。そうですね。で、今回マネージャーさんまで、 自分も、まあ、ちょっといろいろしてしまったって出てきたってことはそうですね。週刊誌報道出てますね。ただ、驚くべきことに、その時代って2000年代、2010年代の前半もあるんですよ。その時点で契約書ないんですって。うん。そのジュニアたちを集めて、そのマンションに下宿みたいなことさせて、で、まあ、出したりしてるわけですよね。いろんな商品。契約書がないんですって。まあ、でもメディア、あの、例えば、今日も契約書ってありましたっけ メディアの契約書ない田田。最近ですよね。<laughs> ねちなみにあの新聞社とか出版社も契約がどうこうとか言って作り始めたら本当に最近のことですからね。確か2010年代なかったような気がしますね。で、その問題に関してこう自民党のこの、えー、あれですよね。虐待特命委員会。自民党虐待党特命委員会役員会ですよね。片山さんが副委員長やってらっしゃる。そこはこう、ど、どういう、 ことをしようとしてるってことですかあの、野党側が、その、立法はどうかとおっしゃってるのは国会とかでもわかりますので、まあそれを考えて、その、今取り得る手段でベストのものが立法なのかどうか、うつまり立法したらいいけれども、ね、結局誰も通報できない制度だったじゃ意味がないので、実行を荒らしめるためにどうすればいいかっていうことを、で、今回は、 それを司さどっている役所はどこも呼ばないで、もう本当にその二人と我々だけだったんですよ。あとは。ッの議員さんと。そうそう,そうひ。ひろきさんどうですか今、児童虐待の関しては法律があるんですけど、結局その子供が立証するのってすごい難しいじゃないですか。そうですね。であればちゃんと証拠を持ってこようとか、はい、じゃあその証言者がいた方がいいよねとかわかるんですけど、うん、で、今回のそのジャニーズ事務所の件って未成年の子供たちが、まあ保護者かのように、その、まあ、 保護しているというか、同じところに暮らしていて、で、仕事もくれる相手からされた時には、やっぱ証拠を残そうとか、考えないじゃないですか。でも今の法律上、それを訴えたいのだったら警察に持っていくか、民事で裁判やってくださいみたいになっちゃうと、やっぱり未成年がそれを戦うのかなり難しいと思うんですよね。 なので、その、親に代わるような、ある程度看護権、保護権を持ってるような人が何かをした場合は、それはまあ、親子と同じ DV のような形で、未成年に有利な形で裁判なりを進めるっていう構造にしない限り、やっぱ訴えても未成年側は勝つのかなり難しいと思うんですよ。なので、そういう意味で、そこの下駄を履かせてあげるっていうのは、法律的には、その、親子であればあるんだったら、赤の他人でもその、 保護権なりあるんだったらそこは子供側にゲタ化してあげるのは必要なんじゃないかなと思うんですけど。保護権までは難しいとは思うんですよね。そのつまりあまりにも特殊なことで、その聞いたら2、30人の若者で、まあ若い子は13歳ぐらい、それをかなりの長期にわたって超広大なマンションに泊めとくって、で、それで親が誰もクレームしてこないって状態ってなかなか作れないですよ。 だから今2020年代ではもうないかもしれないし、スポーツの場合もそうなんですけど、絶対にそのうちのこの親は行ってこなさそうな人を選ぶ卑劣さが申し訳ないけどあるんですよね。うん、だって、だって普通の13、14、15の子でね、何ヶ月かですよ、家帰らないんですよ。誰も思いく行ってこない状態が相当長く続くっていうのは、うん、なかなかないですよね。 多分二つなんだね。その、ジャニーズ事務所レベルの難しいところはあまりないと思うんですけど、えー、ただじゃあ、ある程度スポーツの合宿ですとかで、何日間かで集まって、で、そこのコーチ的な人が、まあその場合コーチ的な人がその、保護者になるわけじゃないですか、子供に対して。で、そこの間に何か行われるっていうのは多分日本全国あると思うんですよ、実態として。ああ、あって、それがそすごい問題になりました。柔道とかで。 あの、ええ、やっぱり、あの、あれがじゃあ,あ,あ,の肉体あ下側の、はい、未成年をより有利にする形にしないと、やっぱり声出して負けたとかになったら、それはもう声出さない方がいいよねってなっちゃうじゃないですか。まあ、そんなことは絶対あっちゃいけないし、その、お二人のうち一人の方は、もうスマホ世代なんで、相談した人に、その、声でもいいから取るようにって言われて、あれしたとか言ってましたけどね。ただ、それは、近年でしょうね。 その2010年代以降でしょうね。それを割に気軽にできるようになったの。二つ,つの問題っていうのはですね。まず、あの、すでにお、あの、被害にあった人たちの救済の問題と、それから、 あこれから、まあ、こうした、まあ、事案っていうのは起きにくくするようにしていくっていうことと、それから、ひろゆきさんおっしゃってるように、まあ、その、なんていうのか、環境整備の問題でしょうね。まあ、これ二つ多分、あの、同時にこう、議論していくと、収集つかなくなっていくような気がしています。大変、こう、個別性が高い問題に対して、新規立法で対応するべきなのか、って言われるとちょっとこれもなかなか難しいなっていう印象がありますね。それで私たちも繰り返し聞いたんですけれども、その、今の時点で、 イギリス事務所側からのその非常に強いまあ言い方悪いけど嫌がらせとか抗議とかなんかそういうのはないと言ってるんですけれどもまあそれはもうあってはいけないのであの第三者委員会をお作りなんだから徹底的に失踪究明して全てつまびらかにしないと これだけのことがあると再出発は難しいだろうし、うん、ジャニーズ事務所が圧力をかけてないというので、その事実関係を整理するのは僕良くないと思っていて、それはもっとスマだよね。言ってるだけだからね、うん、我々。地上波出れなかったっていうのは、多分本当に圧力はかけてないけども、出れなかったじゃないですか、事実として。 それは元スマップの人たちをテレビ出しちゃまずいんじゃないのというのがメディア側が忖度した面あると思うんですよね。あ、その通りですな、ね、ので、じゃなのでジャニーズに対して反響を翻した人たちは、うん、やっぱ地上波出すべきじゃないよねとメディアの人たちが思ってしまうのがあるので、うん、ジャニーズとしては動かなくてもいいわけじゃないですか。だから<の>ジャニーズは何もしませんっていう。 あの、過去そうだったんだと思うんですよ。それでだから、さっき申し上げたように北浩二さんの時代に出たけれども、誰も後追いがなく、メディアが全く報道しないんで、国会でも一回質問して終わりと。で、それが今回はそうではなかったと、いろいろ要因はあるけれども、もうそこはできなくなったっていう初めての例なんじゃないですか。それまでは確かに全部そうだったと思いますよ。 いや、でもなんか、ベタで、なんか、NHK もちょっと夕方のニュースで取り上げたぐらいで、民放でちゃんとやったのって TBS のニュース2-3ぐらいで、で、テレビ東京とかはガチ仕方ですよね。本当にあんま変わってないんじゃないかなと <laughs> <う>って。そテレビ東京の意見県とかで、各社が言及してますけどね。<laughs> <laughs> <laughs> 番組で取り上げ、民放で取り上げてるってこれも多分これまであまりなかったことですし、まあただ、<う>言い分が、そのニュースバリューが変わったっていう言い方をするんですね。乱暴にちょっとまとめると。だからそ,そういう言い方そ,そうですね。なかなか、えー。だから、従来は取り上げるべき問題ではなかったっていう認識なわけですよ。だから、まあ、よく言えば時代が変わったっていうふうに捉えることもできますし、<laughs> まあだから昔の、その、従来のあり方っていうのを、こう、なんていうのか 弁護ししているるようにも思えるしまあで、はあ、でもないですよね、うん、まあ要するにこの世界ではその程度大したことないだろうみたいな反応も来るって言ってましたね彼らはうんそんなタレントとして売り出したいんだからその程度のことあるだろうっていう人もいればとやっ,ぱやっぱり僕 MeToo みたいなのもたくさん来ているとまあだ男性版っていうことですかねそうですね まあでもほら、元テレビ東京で働いてたという噂のある。噂のある。熊さんは、ど、どういう見解なんなの聞いてみたいな。 めちゃくちゃ俺の立場を窮地にさらすような質問をしますね。<laughs> いやもう、フリーだから。あ、フリーでもないのか。一般論的なことを言いますよ。一般論ね。ジャニーズについてっていうよりも。一般論的なことを言うと、よくあるのは、ね、大きいタレントさん抱えている事務所とかだと、やっぱりこう、向こうからこう圧力かけられるかけられるのともかくとして、仮に何か向こうの事務所にとって都合の悪いことをすると、先々にあった大きい仕事の、 ハマってたタレントが、急に、都合が悪くなってキャンセルされるとか、現場レベルでそういうことを揉めると、上の方の人たちはすごい仲いいですから、なんかこう人事的な、なんか、あれいなくなっちゃったなみたいな <laughs> <laughs> 感じになるっていう構造は一般論としてあるんですね。どこの事務所ないとは言わないですけど。 っていう話をでもすごい大きい芸能事務所の人の前でしたらすごい顔でにらまれたことがあるんであんま言っちゃいけないんでしょうけどまあ、社によって、その構成違いますけど <laughs> 芸能だけね、ちょっと違った枠になってる社って、ね、やっぱりありますよねメディア各局で扱いがそれで保持者がいいか悪いかって言ったらよくないと思いますよよ。じゃあ、リハックスにはそのうちあの元ジャニーズの方々がいらっしゃってガッツリとどこまでだから調査できる能力あるかっていう問題あると思うんですね。保持者に関してね。<laughs> <laughs> それはあると思うす、<laughs> 急にシリスボン感。そうそうそう。<laughs> だけど、そうね。どう思いますひろきさん。例えばその、極楽とんぼ山本さんが10年間テレビに出れないとか、で、宮迫さ <laughs> 雨上がり消したい宮迫さんも、いまだの多分地上波出てないと思うんですけど、なんかああいう感じでその、芸能事務所で何かしら、事務所内とトラブった人って外出ないよ、そのテレビ出れなくなるよね、とか、 あと、あの、朝ドラをやってたノンさんとかも本名で今活動未だにできてないじゃないですか。<ー>なんかノンという名前でやらなければいけない。ノーネンになっていう本名を使って活動しちゃいけないみたいな。だから、おかしくねっていうのが、やっぱ未だに根強いじゃないですか。そこって芸能界が決めたルールはもう従うの当然だよねってみんな思い込んじゃってて、え、芸能人が本名で活動できないっておかしくねって言ってる人すらもういないっていう、<ー>そのなんか国民みんな洗脳されてるからすごいなと思うんですよね。 これ、熊さんに、あの、投げ返すのが一番いいと思うんですけど、まあ、実際には、あれですよね。なんか、いくつかの問題がやっぱりあって、刑事で、まあ、その、有罪に、ね、まあ、起訴されて、有罪の判,決かあの判決が確定した人と、それから、まあ、民事で、まあ、問題が生じる可能性がある人と、これ、うん、多分、ひろゆきさんおっしゃってるのは、後者の問題が中心ですね。で、前者の人たちが、まあ、その、広く社会の後期であるかどうか知りませんけど、 地上波に出られなくなるっていうのはまあ、これは若干やむを得ないところがないでもないかなっていう気がします。まあ後者についてはいろんなあり方があり得ますよね。日本のねエンタメがもっとクルージャパンで売れてほしいみたいなことでそれこそ制度を作ってまあそのごく一部はドラマとして売れたり映画として売れたりしていることにちょっとは役立ったものもあるんですけれども。 どうなんですかまあ、今回、お遊びが向こうでじゃとトップになったりしてるけれども。ね、もこれ、あの、今日、片山先生に、あの、お伺いしたいなと思って、まさにその、クールジャパンのお話が出てきたので、お伺いしたいんですけど、はい、クールジャパン、ちょっと細ってる印象が強くて、やっぱり、ちょっと、雑な作り方が、やっぱり、雑だ、雑すぎたっていうのは大きいですよね。雑すぎたのは大きいと。制作の各所にですね、うん、クールジャパンの名残は残ってて、例えば、放送コンテンツの海外展開とか、 あ、それは私、昔、総務省でやってましたよ。12年ぐらいのや,、ね、やいやそうなんです、そうなんです。はい、ところが、あの、今、ちょうど僕、あの、そのワーキング入ってるんですけど。ああ、まだあるんですあ、あるんです、あるんです。ただですね、もう全然こう、パンチがなくなっていて、<ー>はい。あの、成長産業だって言いながら、2010年代に500億からですね、うん、500億台で推移してるんですね。うん、ただ、世界のコンテンツ市場って100兆円の世界なんですよ。これでもしかして、円安の影響だけでは、みたいな、本当にあの、日本の、あの、コンテンツに競争力あるの かかなとかですねそれから政策的な手越えで失敗してませんかとかここら辺政府自民党というのは今後どうやっていかれるのかってちょっとなんかせっかくなんでお伺いいしたいなと思って、うん、まずファンド自体はやっぱりなかなか失敗が多くて、えーね、特に最初にトップにした人がそのアート系というよりはどちらかというとバイヤー系の人だったりしてあ<ー>まあその辺の人選もあったんだけれども。あのー コンテンツはやっぱり日本って言うとまだアニメっていう、もう圧倒的な。もう圧倒的なアニメですよね。ただ映画は少しは、えー、あの、撮れてるものもあるんだけども、ただそれがビッグビジネスになってるかってと,うとそうではないとは思いますね。地味なところで、あの、カンヌでこれだから、これだから、えー、それはいい作品なんですけれども、えー、膨大なマー,ーマーケットバリューがあるかっていうとそ,う、ね、そこではないんですよ芸術的な表現、ね。アーティーな部分ですよね。えー だからその、まだ相変わらずメディアゲーム頼りではあるんだけども、ミュージックコンテンツ的な部分、そのジャニーズもそうなんだけども、そこって BTS が撮ってる部分は日本は撮れなかったんですよね。うん、そうですね。でも聞くと BTS つまんないじゃんっていうふうに言う人もいっぱいいるんですよ。すね、なんか、あそこまでこびてね、アメリカでどうやったら売れるかのものを全部作って、うん、で何が正しいか。と、まあね、日本のアーティストの方が作りたいものを作ってるから。 ただ、夜遊びが行ったってことは、うん、あの人たちってすごい計算されたもの作ってるじゃないそうですね。あの、スーパーハイテクな人たちだよね。だから、ま、あその線で、あの、マネタイズして成功する人はこれから出るかなと思うと、うそっちはもうちょっといけるのかなって気もしますね。なるほど。ええ。政策的な介入っていう意味ではいかがですか どんなオプションがあり得るのか。なんかこう、八方塞がり的で、なんか出先も、例えばネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、YouTube とかにも抑えられていて、なんていうのか、これからドンと、日本のおビジネスとか、まあ、プラットフォームも含めてですけど、なんか出ていくっていう感じがあんまりしないんですかだからこの12年で、そこの負けがもう決定しちゃって、そのね 見どーりとかそういうものが来るっていう危機感を NHK は持たなかったの民放では持たなかったのっていうとうまあ結果的にはもうなすべなかったってことでしょう。 これ、片山先生からも、あの、プレッシャーかけていっていただきたいなと思うんですけど、はい、やっぱり、あの、そうですね、ま、テレットさんなんかもそうなのかもしれませんけど、ネットに出していくっていうことに対して、今でもものすごくこう、抵抗がある放送局はすごく多いですよ。いや、だから、他の局も全部そう、他の国も全部そうなはずなんですけれども、そうなんです著作権の処理がめんどくさくて、何がめんどくさくてって、出てきてる俳優やプレイヤー全員に言ってて、それ他も同じですよね。いや、そうなんですよ。 生活契約はなんかやってるわけでしょこれで、えー、それを取ってない。まあ、そのじゃあれから10年前から取りゃいいんじゃないって話だけど、うん、今も取ってない。だって他の国だと同じ処理が必要なはずですよね。通信と放送違いますからね、制度が、えー。そこがおかしいなっていうのはあります。だから、本当にコンテンツに自信あるのっていうのを聞かなくちゃいけないよね。うん、ないのって言ったらもう後ろに倒れるだけなんだけど。 なんか、その、例えば、アベマプライムというオンラインで見れる番組があるんですけど、あれ、海外から見れなくしてるんですよね。そうなんですよ。あ,あれも、えー、著作権すよね。あれって、その、著作権の部分は問題ではないんですよ、実は。著作権的にダメですってやつは、YouTube 版だとカッ,カットされたりしてるんですよ。あ、被せちゃですよ。は、演者なんですよ、ね。そうそうそう 要は演者が日本国内の配信のキャラのギャラ、そのギャラをもらってるんですけど、海外配信のギャラもらってないっていうので、契約し直しになったりギャラ高くなっちゃうっていうのがあるので、面倒だから全部バンしてるっていう。で、じゃあ別に僕それは芸能事務所そうそうそう、やればいいだけですからね民。民間だから自由にやればいいと思うのですが、そういう芸能事務所に対してクールジャパンファンドでお金突っ込んでるじゃないですか、日本政府が。 要はその、海外に出す場合にもっと金取るよってなったら海外出さなくなるじゃないですか。で、海外出さなくなってるような事務所にクールジャパンファンドでお金突っ込んだりしてるわけで、それ矛盾してんじゃねえのっていうのが、なぜかそのまま何の問題もなくなっちゃってるじゃないですか。クールジャパンファンドで大きなお金を出したのって吉本工業が東南アジアで何かやったのに出したぐらいしか知らないけど。 そうですね、はいで。いや、他にもあ吉本の芸人さんが、海外展開しようとするときのギャラ変わりますよね。うん、ああ、まあそうでしょう、ね。それが日本国内でやるけど、でも海外から見られる可能性があるんだったらギャラ高くするってなっちゃうわけじゃないですか。うん、ああいうとこにお金出すのは良くないんじゃないですかうん、うん あの、ちなみに、ひろゆきさんおっしゃってること、その通りでですね、これ、契約がない問題と関係してて、おそらくその、まあ、アベプラに限りませんけど、地上派とかも、今でも、まあ、文化人枠とかで、まあ、僕もなんか色々ちょいちょい出ますけど、契約書なんか作んないですからね。で、そうすると、基本的には、まあ、国内で放送されて、まあ、ネットで再放送とか、の、コンテンツ聞き出したりとかするときも、本来は、放送と配信、あの、通信の世界で別で契約必要ですけど、そ特にないままやってるけど、まあ、常識的に国内で、 で、日本国内で、まあ、使われるであろうということを暗黙に前提にしてますからね。で、だから、まあ、海外含めて見られるようにしていくっていうことであれば、当然、あの、異議申し立てが権利者から出てきても全然おかしくないので。うん まあそういうやり、あのー、多分そのことでこずれることって強、強く、強く、あの、権利者はあ、権利者じゃないですね。あの、放送局とかは懸念してますね。えー、そのなのでもうめどくさいそ,そ,そうそうそう。そうそう。この間何でしたっけ、ね、向こうのショーですごく受けた中堅の、あのー、コメディアンがいたじゃないですか。あの、なんだっけとにかく明るい安村さん。安村さん。とにかく明るい安村さん。 何が受けるかわかんないですからか、ね。そう。だからまあやっぱり出してみないとわかんないっていところがあるけど、その出してみるっていうことに民間がまあ躊躇してるっていのは大きいですね。ちなみにこれも片山先生とひろゆきさんにもお伺いしたいんですけど、放送局はですね、NHK がまあ民業圧迫だっていうことをものすごく言うんですけど、それはお二人はどうお考えになりますかただネットやるにしても民業圧迫。 あの、本来業務化っていう話があって、まあ、NHK 持ってるコンテンツネットに出すっかこの間ちょっと怒られてましたね。ね稲葉さんがなんか出会ったなりすいませんとか言った、はいはい、そんな。えー、まあ、それ、だけど NHK、その NHK 予算を使って作ってる部分とか国際放送とかあるわけだから、で、そこで作ったものはどん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 積極的に国際展開なんかすべきですよね。うもうそれものがそれに値するレベルならばよ。民間の業務って圧迫してますかね、NHK のコンテンツって。<laughs> ほとんどない。いや、僕、ドラマは NHK やるべきではないと思いますあドラマはそうかもしれないですね。要は、その、受信料を大量に集めて、うん、大量の予算を使ってドラマを作ったら、それはやっぱ民間には勝てないですよ。ドラマはそういうところあるかもしれないですね。<ー>確かに。で、別にドラマなくても日本人困んないじゃないですか。うん、か大河ドラマやめましたって言って、誰が困るのって話で。ただ NHK がニュース報道やめますって言ったらやっぱみんな困るんですよ。うん、なので、教育テレビとかニュースとか、<ー>その取材系の特集は僕全然お金つぎ込んでやっていいと思うんですけど、うん ドラマはやめてって思うんですよ。ドラマはそうかもしれないですね。ドキュメンタリーとか特集とか討論番組とか、うん、まあそれも非常に質の高い討論番組ね。うん、えこのえコメンテーターに出てこられたら大変だ、首相もビールみたいな、そういう BBC が持ってるようなものを、うん、持っててないですよね。うん、ですね。で、あの、可愛、ね、くないとは思わないけど、チコちゃんタイプの番組が今すごい NHK で多くて、<laughs> えー それは10年前に、12年前に私がその総務省の政務官やってた時もそうで、どういうことなのって当時の時間に聞いたら、いやもう NHK は自分探しの旅に出てますって。12年間ずっと自分探しかな。 みたいな感じ、ね。ちょっとかわいそうなんですよね。片方で民間並みのコンテンツを提供せよ、せよと言われて。えー、で、もう片方では、あの、民間とは違うことをやれって言われて。まあ、それで多分、あの、自分探し状況になっちゃってるんだと思いますね。そうね。それはでもどっかで解放してあげないといけないですよね。よねだから、その、紅白歌合戦とか、なんか視聴率を取りに行くようなものを作るべきではないと思うんですよね。視聴率を取れないから、作らざるを得ないものを作るべきで、 なのでなんか、紅白の視聴率が上がりましたって喜んでるの僕間違いだと思うんですよ。いや、視聴率全然取らない番組を作る。い僕の,の NHK のエージェントみたいになるとですね、これもかわい、まあ、半分かわいそうで、うんうん、あの、二つの理由があって一つは、 あ元々 NHK って娯楽とかのコンテンツを中心に出発してるんですよ。うん、元をたどっていくと。で、あの民間がニュースとかをやってたんですけど、ある時、うん、あの、昭和の大昔の話ですけど、それひっくり返っていくんですね。あの新聞社をベースにしたその民法っていうのが誕生してきて、そこがニュースをやり始めて、うん、なんかこう、あの NHK は娯楽じゃ中心でお願いしますっていうふうになってたんですけど、だんだんこう NHK がこう各局に、ね、根を張って、唯一の,あの全国であの展開してる 放送局ですから、うん、娯楽の名残が例えば「の紅白歌合戦」とかなんですよ。うん、で視聴率を上げろっていうのはこれ民間からの民間水準並みとかっていう,いう謎のプレッシャーとかで、うんえー、そういうのがかかってエンタメ要素もどんどんこうドライブがかかっていくでそれがまさに片山先生おっしゃったあの自分探し状況にあって、うんまあ、二股に裂かれてるみたいなところがありますね。自自慢慢はやっていいと思うんですよ <laughs> <laughs> あ、それはだからまさにる、そのう,、ね、う人たちが、楽しんで,るんではいく、は、と、い、視聴率は全然取ないっていう。<laughs> いいと思う。あれ僕全然 NHK らしくていいと思うんですよ。ただ、その、紅白歌合戦みたいな人気の歌詞バンバンお金かけてやりますは違うでしょっていう。<laughs> うん。片山さんは、総務政務官やってたから放送行政も結構携わってた。 あの、私はだから、あの、コンテンツのと、コンテンツとネットとコンテンツの融合って研究会初めてやったんですよ、うん、省内で。でも、それから12年であんまり失敗。いや、というよりも、あの、先生やってらっしゃった頃のあの、通信放送の融合法制、うん、いけるかみたいな時のですね、<う>アイディアだけが今残ってて、 はい。ただ、具体化はしてないですね。あれからもう本当に、あそこで出た論点をどうやって具体化するかということで、うん、この十数年、まあ、過ぎて,いて、ね。十数年かける話じゃないですよ。あ本当です、ね、でも、その手のことって結構あるんですよね。当時だったら日本がこう、世界に出ていくって,ってもっとあり得た話ですよねう、うん。うん。まあ、何もかも諦めてもしょうがないんですけど。はい。疲れですよね。<laughs> なんか。片山先生も、あの、これからやっぱり政治家として総仕上げの時代が、はい。 ですよね。実期的に言うと。うはい。<laughs> ええ。そう仕上げます。ええ。その重要な要素にそれ加えます。ええ、はい。やり残しちゃってますから。ええ、はい。どうやっていくんですかそれどう実現していくんですかいやー、それは今すぐその答えはがあるってわけじゃないけれども、十何年間掘ってあったっていうこと自体が許せないね。その間担当者が政治家も局長も 合わせてあの、たくさん変わったのと、あの、総務省は、あの、総務省スキャンダルっていうのがあって、あ,<ー>あれで、あの、ね、当時、旗を振ってらっしゃった方含めて、全部、あの、 どっか行っちゃった。はい、あの、うん、出て行かざるを得なくなったりとかで、うん、ますます、あの、混迷を極めてるような印象ですね。焼け野原から立ち上がりますかね。そうですね。ちょっと放送周りいっぱいありましたからね。は、えー、<laughs> で、片山さん、じゃあそれはこれからの総社員に加えていただくとして、はい、今一番力を入れていることは何なんですかいや、だから、先週からこの、日本の経済政策というのは、この全部この骨太の方針っていうので決まってて、で、そこに、 あの、それこそ皆さんの好きな金融の話、私金融調査会長丸2年やってるんで、んで,ね、で、まあ上田日銀になっても当面ちょっとおとなしめの金融政策で行っておりますし、まあそれ、それからこの間あのバイデン大統領来たんだけども、アメリカのやっぱり金融政策のセーフティーネットが私は非常にぬるいって言って怒って、それをあの鈴木財務大臣にも言ってもらって、あんなのこういう時っていうのは夜中にね、 アメリカのインターネットバンク。しかもその IT の人が預けてるインターネットバンク。 なんか言われたらそれは、そういう人たちだから全部引き出しちゃうに決まってるじゃない、うん、今までと違って。うんうん、で、それが実際に起きたわけ。で、一つ目で気がつけばいいのに三つ潰れたんで、あまり意味はない。ね、この間、うん、まあ、ンカ目のトップがインタビューに応じてたけど、どこも全部、で、しかも金利をそこ考えないで上げていくから、まあ、金利が上がるってことはプライスが下がるってことだよね、国債の。そうですね。で、どこもしょうがないから国債、アメリカ国債ね、持ってるから、うん、同じように少しは、 その、バランスシードが痛むんだけど、これ、誰でもわかる。誰でもわかることなんです。で、それを、当局じゃなくて、大学が発表したんですね。それは大学には、発表する自由があるから。それを見て、みんなが一生懸命、預金をき、あの、吐き出してなんかその、笑っちゃうような素人、金融行政やってて、パウエルも含めて、やっぱりそのラインの人は頭はいいんだけど、ウォールストリートの、 人じゃないんですよ、一人も。で、こういう時やっぱりルービンとかボルソンみたいな人がいた方がいいわ、<ー>悪だけど。まあ、あの、アメリカのそのセーフティーネットで面白いのは、ある意味ちょっと日本と似てて、ちょっとパターナリスティックになりましたよね。つまり、預金の保護の限度額を上げるっていうところで、たぶん3000万円ぐらいにしたんじゃなかった,たっいやそれで、あの、日本は、あの、事業家がお金を引き出すというリスクがよくわかっているので、いわゆる決済制預金、金利がつかない預金は、青天井で全部、 ほ護なんですよ。それはだって、自分の会社にこう積んどくわけいかないから、そこに置いてるだけだから、で、あの、いっぱいある,じあるでしょ、その日本はあの、流動性の資産をガバガバ持ってる会社がいっぱいあるから、ええええ、それがみんなで大騒ぎしてこんなんなってるさいし大混乱にな、<laughs> で、起きないようにしてあるわけですけど、アメリカは、まあ、もともと日本に、 比べて無駄金持たない株主がすごくうるさいから。もんだからいいかと思って置いといたら、やっぱり IT 長者の人なんか急に儲かったお金を全部どこかに投資できない人がアメリカにもいるわけで、まあ置いてあるわけで。で、それはやっぱり引き出しちゃうんですよ。で、そこは決済制預金にさして、そこは保護するって言えばいいんだけど、決済制預金保護分の保険料を前から取ってないんで、A でもとか言って、こういう B を加えてるのが今のフェド。 でも多分やりますようん、うん。そうじゃないとやっぱこれ以上の混乱収集する、まあ、手間暇もそうだし、あの、結局心理ゲームだから、金融も。 ということだと思いますよ。そうするとアメリカがこう、まあ、自由な、まあ、なんていうのか、ああ、まあ、金融も含めてビジネスの環境にあるとかですね。まあ、そういうのもだいぶこう、イメージと実態でて変わってきますよね。まあ、競争的であるとか、リ動性をあの何回かリーマンショックの時から何回か。えー、あの、ね、えー、あの、市場主義と言いながらガチャガチャの介入をして止めてますよね。うん、に GM に対する介入とかもそうですよね。投資をする人々って常に行き過ぎるものだから、えー、そうやって、 危機とパニックを止めないと終わらないちょっと待ってください。あの、普段、あの、週刊、朝日芸のばっか読んでるクマがそろそろついていけなくなったんで、えー、ちょっと一回説明つせてもらうと、あれですね、今のシリコンバヘー銀行の破綻とかの、に関しての話、結構かったですね。そうです。ですひろゆきさんどうですか その事業性の預金をじゃあ保護するかってなっちゃうと、じゃあそれって別にリスクゼロなんだからバンバン集めちゃおうぜみたいなのがアメリカの人って考えちゃったりするわけじゃないですか。そうですねで。そうすると、要、うん、は自分たちの健全性っていうのを別にやんなくてもいいよねって、そういうふうに考えるぼ、まあ冒険心の多い人が多い国だったりするので、で、今日本の人たちって、じゃあそこにシグニチャバン、そのあの、シリコンバレーバンクとかシグニチャバンクが潰れました。で、クレディスイスが破綻しそうになりましたっていうのが、 すごく悪いことかのように捉えてるじゃないですか。まあ、それはそうでもないけどね。うそうでもが崩壊するっていうのも、うん、その社会がうまく回るためには必要なことで、で、シャープが結局崩壊したおかげで、経営効率良くなったりっていうのもあるので、なので僕は金融も含めて、ある程度ぶっ壊れるということが、社会を進むため、進めるための一つの仕組みなんだと思うんですよね。 なのでなんかそんなにこうみんながみんな保護するべきだよねっていうので既得権益を作りまくるっていう今までの日本のやり方がよろしくないんじゃないかなという気がしちゃうんですけど。<ー>まあ今までの日本のやり方ってほどのものでもなくてあの保険会社なんて100に近いものを売りに出しましたけれども国内で買う人は誰もいなかったんですが日本っていつもそういう国で あの、例えば、旅館が今ダメだと思ったら誰も買いに入らない。<laughs> 銀行がダメだと思ったら誰も買いに入らないんで、買い叩かれたのは、全部、虎、なんていうか、かげたかだったと。で、あの、保険会社もそうだったんで、買った人は、儲かったですよ。だって、底でだからね。だけど、アメリカだったら、それはやれば、必ず国内で買いが入るので、今回もあの、まあ、ドッキン法を緩めてくれて、同業他社が、オルガンが買いましたけれども、うねえー、もうそこまで、 実はフェドっていうかその財務省向こうは介入してて、あの市場がびっくりするから、じゃあ JP モルガンが買ったことにして発表しましょうねまでやっちゃいますから、そのゲームはどこの国でもやってるんで、それをうまくやってるのかと。で、最初の一個も潰れないようにするような能力はどこの当局でもないから、やっぱり市場って失敗するんですけど、同じ失敗を何回もやったら、やっぱりそれはフランスでも、あの、ドイツでもやっぱりバカって言われると思いますね。それはだから無駄だと思う。う ところで、あの、片山先生、やっぱり、あの、もっと、あの、大倉官僚でいらっしゃったことからですね、金融関係の話題は止まらないんですけど、多分、あれですよね、熊さんが聞きたいのは、今、片山先生が一番関心を持って注力されているところを、あの、掘り下げていきたい。そうですね、1年前いろいろお話聞いたんですけども、どう変わって何に注力してるのかなっていうのがあったけど、まあ、今のお話聞くと。 その金融の、そこの制度に、まあ、一でも、これは、あの、世界で盛り上がっている話を、あの、片山先生解説されていただいて。なんかその、とと紙に金融って書いてあったから、ね、言わなきゃいけないと思ってた、ね。<laughs> 僕、ところで、じゃあ、日経テレ東大学と、ともですね、あの、関連して、うん、今日はですね、あの、片山先生と、それから、ひろゆきさんと、それから、熊さんにもですね、ちょっとこれはもう、あの、二つ申し上げたいことがあってですね、やってきたんですよ。はいそう。あの、この書籍になってるやつ。これね、間違ってる。 なんかなんか書籍って何すかえっと、日経けると大学本 あそ,れそれあれかです、ね、あーそれか日っそはもうね、そうなんですよ、でまあ、片山先生、長い間あの、文教行政にはですね直接携わってらっしゃらないので、僕はきょ、はい、大学の,あのなんか利益代弁者というのかで,すかあのでやってきてるので、うん、やっぱりこれはですね、ちょっと申し上げたいと思ってきたんですけど、日本ではですねあの2年間あの、修士課程を取らないと、うんえーあ、修士課程をやらないやつには、です、ね、修士号を出さないみたいなことはきりとあの書いてあるんですが、そんなことはなくてですね。うん うんうん、あの、今、飛び級制度がたあの大変充実していて、うん、2010年代の後半ぐらいからですね、あの例えば、修士の場合だと1年であの短期で取れる制度はあの各大学にあって、うん、それからそもそも1年しかないコースとかもあったりとかするので、結構あの柔軟に取れるようになってきてるていう。それはいいことですね。そうなんです。もう、はい、あのなので、まあ,あの、なんていうのか、これから先生いろんなところで講演されたりするときに、うんうん、いや、意外と日本の大学も修士取れるようになってるんですっていうのが、 あの、良くなってるっていうのが一点と、もう一つあの、うん、こう、あのき、日本の大学給料安い。これはそうなんです。日本の大学給料安い。あの、ひろゆきさんに言わせればですね、まあ僕たちがちょっとあまりに世の中の役に立たなさすぎるので、うん、あの、僕らの給料安くて当然だっていう、あの、悲しい現実があるんですけど、うん、しかし、あの、海外からですね、有力な研究者をですね、高い給料を出して呼んでくるっていうことは結構できるようになっていてですね、例えば、 まあ、そ、あの、名古屋大学とかが導入してる、かあの海外教員な、PI って言うんですけどあの、研究室主催教員のことなんですけど、うん、連れてくる制度だと、まあ、若手でも3000万ぐらいは、まで、あの、特別に給料出せるような仕組みとかが導入されているんですっていう、うん、あの、ひろゆきさんにも知っていただきたくって、今日はこの2つだけ申し上げたくて、もう僕申し上げたんでかなとか、本に書いてた議論の中で、 確かその話でね。あそうなんですよ。これでもね、主に今日いない成田さんがね、言ってて、もう成田さんにもちょっと言ってやろうと。僕はあの、あの、えっ、ー、と、ひろゆきさんとか成田さんと違ってずっと日本で大学の先生やって、あの、私学と、あそれから、えっ、ー、と、今国立なんですけど、やってきたので、ちょっとこれだけは言って帰ろうと思って。だから、改善はされてるっていうのはすごくいいことだし、もっと改善したいし。はい、いや、もう本当その通りですね,ねあ。あとその、あれから1年ちょっとで、 あの、私が変わったことというと、私はその前に、その、大変中国と親しい二階派という派閥にいたんですが、あそうですよね。いろいろありまして、抜けまして、4月に、あの、まあ、ね、亡くなられたんですけど、政和会に入りまして、で、参議院の政和会にはもう1年前から入っていたんで、 台湾に行って大星徳と会ってきました。おお<ー>、はい、なるほど。か台湾は面白いですね。台湾面白いですね。えー、僕もしばらく行けてないんですけど、台湾実はサーフィンも結構できて、あ僕趣味サーフィンなんですけど、あ、なるほど。えー、あの、台南とか台東とか行って。はい。それで、あの、TSMC とかで、九州への大規模進出が始まってるんで、で、やっぱり、まあ、2028年か6年か知らないけど、うん、なんかあるかもしれないその場合は中国に置いてきた工場は、まあ、全部、 今考えたらやっぱり日本側にシフトした方がいいということを、まあ、中国の経団連に当たる、あの、交渉共振会っていうのがあるんですよね。台湾の。台湾の交渉共振進会っていうのと、オーナー企業の大手だけが入ってる三、うん、三会両方で講演して、で、あの、経済大臣は女性なんですけれども、あの副首相経済大臣、それから、あの、タンさん、オードリータンさんはい、はい、なんかもみんな一緒で話をして、 で、日本はね、その、組み立て型の、設計型のデジタルについての能力はあると思うんだけれども、あの、一番ソフトの部分のソフトウェアというか、あ,<ー>あるいはその、一番一般人が使う部分、まあ、も極論簡単に言っちゃうと、アプリの設計みたいなのが弱いんじゃないかみたいなことをすごく言ってて、 で、伝送の台湾のトップってのこれは台湾人なんだけど、いたりして、その辺のチームを両方で組まないかみたいな話も。で、なんでつまんないのかっていうのは、まあ、原因があるんだろうけども、まあ、今回の、その、マイナンバーの不実もあるんですけど、<ー>なんか使いにくいんですよママで,す、ね、で、<ー>なんかね、3回ぐらいの操作で、どういうふうにこの全体の手続きは運ぶんだろうがないと、台湾の人も使わないしててましたよ。そ、ね、そんなめんどくさいものは、 そう台湾人がみんなね、朝から晩までスマ,スマホ維持が上手くてね、どんな細かいことでもやるわけでもなんでもないから、そのマスクの場所が全部分かったじゃない、台湾中でどこに売ってるとか。うんうん、あれとかも、ね、それから行動様式とかも確かに意識の違いもすごくあるんだけど、個人情報に対する感覚とか。まあ、それ以前にやっぱり使いやすいアプリを作って、アプリでバーンと広めたっていうところ。うん、アプリとかそれがダメ、こっちは。 これ、ひろゆきさんですね、やっぱり、ね、<laughs> 多分それのためには、堀江さんを捕まえたのは悪かったよねとか、ウィニーの金子さん逮捕したのは悪かったよねっていうのが、過去の間違いを日本政府が認めるべきだと思いますけどね。あの、その時の人がそれやらないじゃないですか。まあでもその時の人は。その時の人は間違った判断をしたと思いますっていうのを、今の政府が言うでもありだと思うんですよ。うん。例えば、あの、杉原千畝さんが昔間違ったことをしたよね。 あそこでユダヤ人を助けるべきじゃなかったよねって判断を外務省はしてたんですけど、最近謝りましたよね。 あの、中根さんがあそこでユダヤ人を助けたのはよかったよね、みたいな。なので僕は IT に関して、いや、それは刑務所に行くようなことじゃないでしょうっていうのを、違法という判断をしたという、あの時の当時の判断は間違いでしたっていうのは、今の日本政府は言うべきだと思うんですよ。うん、なるほどね。うん、まあ、堀江さんがそは、うんまあ、堀江さんはそうか。堀江さんはそうでしょうね。じゃあ、例えばコインハイブ事件とかって、ほとんど一般の人知らないと思うんですけど、うん、その、広告の代わりに仮想通貨を掘れるスクリプトを置きました。で、逮捕されるんですよ。 結局無罪になったんですけど、そういう間違った判断をすると、うん、じゃあ IT 系ってやっぱり手出すとまずいのかもって、個人でも思うし、大きな会社もそれに投資したらなんかとんでもないことになるかもよくわかんないからやめとこうになるじゃないですか。あその面はね、確かにね、ありますよ。うん。出る杭は叩かれる社会ですからね。まだ未だにね。<ー>だけども、それはスタートアップっていうのも今一生懸命大騒ぎでやってて、この間、スタートアップの、その、講演みたいなのを、結構医者が聞くんですよ。 要するに医学部に行ったってね、みんなもう開業してもしょうがないというか、開業できないわけ、うん。すごく偏差値も高くて能力のある人がも、必死にビジネスやろうとしてるから面白いんだけど、まあこれって数打ち当たるかなと。うん。うん。それは思いますね。れもまあ、ひろゆきさんにお伺いしたいんですけど、えー、日本のあのー、スタートアップってこれ難しいですよね。 あの、今なんか、スタートアップの時代だとかって言われてますけど、件数的に見ると多かったのは2000年代前後で、2000年前後で、うん、まあ要するに、あのアメリカの、あの IT バブル、あの当時ニュービジネスとかって言われた時の、あの波が来てた時が一番多くって、あまあもしかするとそう、ひろゆきさんとかもぐっとこう、あの、盛り上がってこられたのもその頃なんじゃないかっていうふうにあの想像するんですけど、僕ちょっと世代が下なので、知識でしかあれなんですけど、うん、今、件数的に見ても、それから、えっと、 ま、出口の方で言うと IPO の件数で見てもですね、なんか、ここ10年のグラフを見ると、ま、アベノミクスの影響なのか何なのか、これ、ひろゆきさんとよく論争になるんですけど、右肩上がり的に見えるんですけどこれ、こぜあの、もうちょっとスケールを、時間のスケールを長く取るとですね、やっぱり2000年頃なんですよね。だから、あの頃ほどの盛り上がりっていうのは結局今、やっぱり作れてないし、ま、民間からも上がってこないし、ま、その政策的な会にもうまくいってないってところが。ひろゆきさん、うん、どうでしたなんか今、ちょっと。 ま、その前の話でいくと、その、医学部やってた頭いい人っていうのをいくと、アメリカで医療品の会社を作って大成功した斎藤さんという人がスーパーコンピューターを作るっていうので日本に来て逮捕されてますよね、開発で。お金儲けじゃなくて、ちゃんと技術もあって成功してる人とかでも、とりあえずなんか法に触れる部分あるよねで逮捕されちゃったりするじゃないですか。法に触れる部分があると逮捕されるのは法治国家としてはるいや、法に触れるというのが、本当にあれが法に触れたのかっていうの。いや、堀江さんもそうなんですけど、 本当にあれ法に触れたのっていうのの判断がわからないまま逮捕されて、社会的にはもうアウトじゃないですか。えっと、堀江さんは、はあの裁判、最後戦って、あの、習慣に至ってるので、堀江さんはあの、有罪になったっていうのは、まあ、あの、いやむをえない。はい、いやむをえないってとですかね。ただ、堀江さん、いいっえっと、がやったことが本当に悪いことなのかというと、僕はそうではないと思う派なんですよ。なので、分からん部分があるよね。じゃあ、それは分からないから、とりあえず逮捕してみようになっちゃうわけじゃないですか。うん、<で>いや、そうはなってないなのが、はい エアー b n ビーって日本で使われてるんですけど、あれ日本人がやったら多分逮捕されてますよね。旅館業法違反とかで。あそうです。旅館業法ええ、えっと、旅館業法もそうだし、あの、えー、っと、エアビーに関してはですね、住宅宿泊事業法って法律のに、えー、含まれていないので、えー、日本では使えません。あの、そうですね。えー、ウーバーのあのタクシーのものと大変似てますね。 っていうので、その、何か、じゃあ、あの、アップルが、じゃこのプラットフォームを作りました。この上で金稼ぎしてくださいって言って、誰かが作った枠の中で金稼ぎをするんだったら日本ってありなんですよ。でも、うん、じゃあ、アップルとかグーグルが、その、あの、アンドロイドで何で儲けてるかっていうと、枠を自分たちで作ったからじゃないですか、プラットフォームのそうです、ね。iTunes とか。はいうん、でも、日本の場合は、プラットフォームを作ろうとすると、逮捕されたりするんですよね。<laughs> まあ、なので、誰かがここは安全だよっていう枠を決めると、をうとする逮捕されるないと思いますけどね。 あの、あじゃあ、日本人が使ってるコミュニケーションサイトって、Twitter だったり、YouTube だったり、Facebook だったりとか、ほとんど全部外国になっちゃったんですよ。そうなんですね。うすねもうほんとれあれは日本人がやると、何ら、ね、かしらの、やっぱり難癖つけられて、いろいろとトラブルがあったりして、あ、日本人がこんなやらない方がいいよねってなっちゃうんですよ。いや、とってもシンプルで、さっきの、あの、 中盤の議論と繋がると、あの UI があの日本のものといけてないっていうふうに片山先生おっしゃってたと思うんですけど、やっぱり日本語の壁と日本のそのユーザーに最適化された、はい、あ側面っていうのは大きいと思いますね。例えば、あの、世界に出ていけるポテンシャルがあったっていう意味で言うとですね、やっぱりどこもだと思うんですよね。アイ、ねうん、i モードはあのいけた可能性があると思います。うん、ただ、あの i モードが長い間、あの i モード公式コンテンツしか見 認めなかかっったととですね、うん、えとそういう意味で、その多くのユーザーを巻き込むこととか、自由にビジネスさせることに失敗したってのは大きいかなと思いますね。 まあ夢の次の時代ぐらいまでいかないと日本は回らないわけじゃないですかその日本のビジネス界って村社会で,で既得権がすごく強くて虎の踏んじゃうと出てくるって部分ありますよねそれは誰も通しないよね結果としてアメリカが全部持ってくるよねって当然じゃないですかすごくぬるくしか解釈されない国なんですよでもそれが良くないのに直そうよねって考ないじゃないですか日本はさあどうしますか 最後に何やって死にたいのかっていう私は何が何でも,もマジで心配する必要があると思ってるんでそのために生きてます政治家もそのためにやってますはい、えー、リハックではですねサブスクのまったりリハックという、えー、サイトもやっております、えー、こちらはですね、えー、無題とか 経済のようにの、えー、格トトーーククとかアタトークみたいなのも、えー、たまにちょこちょこ配信したりしてますなんかコンだけ見ながらちょこっとしたちょこっとしたちょこっとした話を、えー、したり意外とそこが面白かったりしてますあと、えー、生配信とかですねたまにやったりしてますんで、えー、皆さんともライブに会えたりしながらお、えー、話をさせていただくという私非常に楽しみにしていただいております本当に、えー、まあ全然登録したくても大丈夫ですしちらっと登録していた方は、ね、登録してみてください引、えー、き続ぜひよろしくお願いします